はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビシです。では今回は信長の野望乱世紀続きをプレイしていきたいと思います。で、実はですね、前回美濃を平らげたところまでお届けしたと思うんですが、その後近江を平らげています。裏で作業を、ね、したと言いたいところなんですけど、実はちょっと収録が失敗していまして、ただただ一人で喋りながらプレイをしたっていうね、なんともみっともない感じにはなってしまったんですが、近江を平らげて浅井を攻略済みです。なので今回はね、その続きからになるんですが、一方では大和に本願寺の進行を許してしまっているので、この後の段取り戦略なんですけど、まず足利将軍家ですね、山城を攻略して、その後ですね、本願寺と全面対決へと移行していくことになるかなというふうに思っています。なんで、まあ、寺社衆国衆とは親しき間柄を築いておきましょう。今の段階から。あとは今後のために鉄砲と馬ですね、軍馬、これを買っておきます。これはいつもの通り定勝に任せちゃいましょう。まあ、本願寺がやたらと強いんでね、なんとかこれをこれ以上でかくなられる前に、まあ、処理してしまいたいなというのが本音なんですが、で、奉行も任命していきます。特にお金が結構重要になってくるんで、下級の要件とは何だ？なるほど、金750を欲しいと。いいでしょう、しっかり勢力を広げてもらおう。お、旗野ですね。これは能力は平凡ですが、全て平均的なので何かと重宝しそうですね。山城の国衆には信長自ら出向いて、しっかり次の合戦で味方してもらえるようにお願いをしておきます。さあ、これで合戦の準備が整いましたね。早速幕府を滅ぼしにかかりましょう。
信長がちょっと数としては足りてないかな、400しかいないですからね。共同軍はいらないでしょうというか、誰も味方してくれる大名家なんてないので、周辺には国衆と寺社衆がしっかり味方してくれれば十分に勝機はあるかなと思います。よし、まずは国衆は、さらに原因はこちらにつきますね。まあ、やたらめったら攻め立てるようなことはしないでおきましょう。まずはそれぞれの国衆たちに合戦を一旦任せて、高みの見物といきましょう。黒人衆たちにちょっとね、足利軍の相手を任せている間に信長の本体は城門の破壊に勤しみましょう。強行発動してきやがったな。まあ、ここは一旦無理せず城門を破壊したので延暦寺の中に引っ込みましょう。よし、これで全員士気は回復したで。御所の焼き討ちだな。御所に焼き討ちをかけよう。信長が壊滅しないようにだけはね、ちょっと気をつけておかなきゃいけないですからね。信長軍の様子だけは気をつけておきましょう。まだここで士気を回復させる必要はないかな。失礼しますが、ちょっと一旦兵を引いて休ませますか。常沖も信長も黄色くなってるんで、ちょっとこれ以上ね兵が減ると信長が危ないので、一旦延暦寺の中に入って兵を休ませましょう。いやー、さすがが将軍家だな、強いな。信長がちゃんと帰ってきて、これ帰ってこれる？信長が帰ってこないと
しとったね。これでいよいよ本願寺との決戦に終始できるかな。お、半蔵が出奔したの？ここでまたイベントが始まったので、このイベントちょっと見ていきましょう。お、馬揃えをやるんだな。お、遠藤は統率の76はそこそこ使えますね。
さて、そしたら大和ぐらいはしっかりね、信長自ら攻略しちゃいましょう。で、この後は各方面軍に再編成して戦っていきます。よし、続けざまに合戦を仕掛けよう。ちょっと軍勢の数が心配ですが。いやー、数がちょっと心配だな。これ無謀な戦いにならないかな。ちょっと少なすぎる気がするけど。まあ、たかだか城一つ。わ、また成政が陰りの御左衛門と戦うんだな。おお、御左衛門打ち取ったね。神保家もちょっと油断ならないですな。さて、しっかり軍事衆、寺社衆はこちらの味方になるので、縄文がないのが大きいな。いきなり攻めかかれますもんね。敵の方に援軍が来たか。これで一進一退になれば。いや、城の守りが固いですね。思ったより全然。これ式山に一回引こう。いや、興福寺に引いた方が早いな、場所的には。
と劣勢というか、思ったよりもやっぱり本願寺は強いですね。まあ庭長秀に任せて苦戦した理由もよくよくわかる。それほどに敵は強いですが、ここはね、一度信長の領地に組み込んだところなんで、どうしても取り返さないと。信長の兵の減りがちょっと早いんで、信長は一旦後ろに下げましょう。信長がやられるとそれで終わっちゃいますからね。信長が脱出できないか。信長が脱出できないぞ。大丈夫か。信長が脱出できない。脱出できないぞ。まずいな。信長が脱出できない。やっちまったかな、これは。信長を脱出させないと。危ない。よし、信長は無事脱出しましたね。よし、堀尾義治の寝返りもでかかったな。これで決着はつきそうですね。いやー、ちょっと一瞬危なかったですけどね。六角義治が。剣女だな。死んでもらおう。これでだいぶ信長の勢力が真っ赤に染まってきましたね。ちょっとさっきの戦い、本当に信長が倒されてたら終わってたんで危なかったんですけど、はい、というわけで、今回ね、足利将軍家を倒し馬揃えを見てというね、だいぶイベントも進められたんじゃないかなというふうに思います。で、次回はですね、ちょっと方面軍をきっちり組織して、まあ朝倉攻めには勝家を、本願寺攻めには秀吉あたりを任命して、軍団制をきっちり整備していきたいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。